はい、皆様お疲れ様です。シュチュワンです。今日はですね、ウミーバースパーティーということでね、ウミーのインセンティブウェブアプリテストネットっていうことで、本ちゃんのですね、エアドロップのね、タスクっていうのを処理していく必要があるということで、今回ね、やっていきたいと思います。前回ですね、ウミーについてはエアドロップのタスク処理ということで動画配信させていただいているんですが、それで行ったね、テストネットについては、無効ということで、まあ、今回ね、本番ということで、もう一度ね、作業する必要があるということで、やっていきたいと思います。はい。まあ、前回の動画を参考にしていただけたらね、ある程度はね、いけると思うんですけども、今回、前回に、テストネットをされた方に対してはですね、ケプラウォレットから、まあ、例えば、コスモスハーブ、をクリックするとですね、まあ、いろんなね、コイン出てくると思うんですが、その中にね、ウミーとね、アトムっていうのが表示されてると思うんですけども、はい、それをね、バッテンマークを押してですね、消去する必要があります。メタマスクの方に。はい、いうことですね。それからメタマスクについては、まあ、新しくアドレスを作ってですね、またね、テストネット用のね、イーサーをね、取得する必要があるので、その辺をね、やっていきたいと思います。はい、まずですね、ケプラーについてはですね、開いていただくと。そしてですね、開いたらですね、コスモスハブというのをタップして、スクロールで下に下ろしていていただくとですね、ウミーとアトムっていうことで、表示されていると思います。ちょっとね、今画像の方出してるんですけども、はい、こちらですね、まあ、開くとですね、このウミーとアトムっていうのが入っているはずなんですね。これはまあ前回のね、まあ、テストネットで使用したものですので、このバッテンマークを押して、消去する必要があるということですね。こういう感じで、イーサーの方がね、反映されます。はい、消去していきたいと思います。はい、今バッテンを押して消去いたしました。そしたらですね、メタマスクの方をね、立ち上げていただくと。で、右上の方にですね、丸い、ところが、丸いね、円のマークがあるので、まあ、そこをタップするんですね。そうするとですね、アカウントの作成っていうのが出てくるので、これを押して、新しくね、アドレスを作っていくということになります。はい、押すとですね、こちら、作成っていうのが出てくるので、アカウント名だけつけていただいて、新しく、アドレスを作っていくと。新しく作るとですね、まあ、イーサーの方はですね、テストネット用のイーサーは入っていない、まあ、ゼロという表示になっていると思いますので、はい、まあ、この状態で、まあ、今準備ができたという段階になります。はい、そしてですね、ウミーの方ですね。はい、ウミーのウェブアプリの方に、ね、接続していくわけなんですけども、はい、まずですね、ちょっとね、ブログの方を読み進めていきたいと思うんですが、はい、まあ、今回ね、ウミーのトークンを獲得する機会をということで、まあ、ウミーのクロスチェーン貸し借り機能の使い方を学びということで、まあ、進めていくと。はい、まあ、参加者、資産の最高の合計値 6TVL をウミーに寄付することをお勧めしますみたいなことを言ってますけども、はい、参加するには何が必要ですかというところから、まあ、スタートしていくわけですね。まず、PC が必要と。そして、ウミーブロックチェーン互換のウォレット、まあ、ケプラーですね、が必要。そして、メタマスクですね。はい。まあ、ディスコードで、同じように、テストネットと同じようにですね、まあ、テストネット用アトムと、ウミーの方を、まあ、ゲットする必要があると。はい。そして、まあ、イーサーですね、テストネット用のイーサーを、ゲットする必要があると。まあ、この辺をですね、タスクこなしていきますというところで、進めていきたいと思いますね。ガイドとしましては、ウミーのテストネットウェブアプリに接続すると。はい、いうところから始まってですね、テストネットトークンを使用したウォレットへの資金提供というふうにね、進めていくわけですけども、はい、一回ですね、ウミーのね、テストネットウェブにアクセスしたいと思います。ウミーのね、テストネット、ウェブアプリ、の方にね、接続すると、ケプラの方が立ち上がってきますのでね。はい。ケプラの承認というのをね、していきますね。はい。接続済みというふうにね、右の上の方になってますね。そして、ウミーの方と、接続ということで、まあ、もう一度ね、承認作業が必要ですので、ここでですね、はい。接続の要求ということでね、やっていきますね。
はい、そして右の上の方のウォレット接続っていうのをね、タップしていただくと、今ですね、四角のマークっていうのはですね、接続されている状態なんですが、真ん中ですね、コスモスハブと接続ができていないので、ここをですね、もう一度接続っていうのを押してみます。はい、ケープラーの方が立ち上がってきますので、同じような要領でですね、承認ということで、はい、チェーン追加リクエストっていうことで、ね、承認作業を行いますと。はい、2回でできますので、はい、タップして接続を行う。そうすると右上のここがですね、四角のマーク、四角の枠がついてですね、接続されたことが確認できるということになってきます。はい。はい、ブログの方にね、戻りたいと思うんですが、ですね、テストネット海及びアトムのね、使用、ということで、ゲットしていくわけですけど、ディスコードで、もらう必要があるわけですね。はい、海のディスコードの方に入っていきたいと思います。初めての方は、最初にね、入られた方ですね、ディスコード入られた方は、波のマークを押していただくとですね、次に進むことができますので、そこだけポイントかなと思います。すでに前のテストネットでね、やられた方は、ディスコードの方ね、接続されていると思いますので、見れると思いますので、ね、その手で、ちょっとやっていきたいと思いますね。左側ですね、の方に、アナウンスメントから下の方行くとですね、アトムフォーセットというところがありますので、ここをね、タップしますね。まず、テストネット用のアトムをゲットしたいと思います。はい、押すとですね、皆さんね、いろいろテストネットトークンゲットのためにコメントを入れられているという状況なんですけども、はい、ここでね、ちょっとケプラをね、一旦開きたいと思います。拡張機能の上の方のケプラを、開いてですね、そこでですね、コスモスハブのアドレスをね、コピーします。はい、そして、このね、アトムフォーセットのね、メッセージっていうところをね、行きたいと思うんですが、びっくりマークを、入れてですね。フォーセットね。と入れます。そしてスペース開けて、先ほどのね、コピーしたアドレスを貼り付けると。送信します。はい。そうするとね、ここですね。この僕、の、一応ね、仮のディスコード名がプープーっていうんですけど、ここ入れたらですね、次のこのテストネットのトークンをね、できたよということが、トランザクションハッシュね、ここに表示されてますと。同じ要領でですね、海の方もね、ゲットしていきたいと思いますね。はい、海のフォーセットというところを開けました。もう一度ね、ケプラーの方を、開けていただきますと。そのコスモスハブね、をタップしていただくとですね、スクロールして下の方行っていただくとですね、海がですね、表示されてますので、海をタップします。はい。そうすると、海が出てきてですね、アドレスをね、コピーということですね。はい。そして、同じ要領でですね、びっくりマークのフォーセット、スペース、アドレスの貼り付けですね。海のアドレスです。これを送信します。はい。そうするとですね、このような感じでですね。はい。プープーね、ゲットしましたよということで、トランザクションハッシュが出ておりますね。はい。これでテストネット用のアトムと、テストネット用の海がですね、ゲットできたということになります。はい、確認していただくとですね、海の方がですね、ケプラ開いていただいて海の方に反映されていると思いますし、それからね、アトムの方も、スクロールしていただいてね、アトムというところにね、少しアトムがね、入っていますね。はい、それを確認していただきたいと思います。はい、そしてですね、次に、今、テストネットのアトムと海がゲットできましたということですので、
次ね、はい、5LD テストネットイーサが必要ということで、あのね、ここにリンク飛びたいと思いますが、はい、テストネット用のイーサを今度はゲットしていくわけですけども、ここでですね、必要になってくるのがですね、メタマスクのね、イーサリアムアドレスというふうになってますので、この画面上のですね、下の方行くとですね、ツイートっていうところがね、ここですね。はい、あるので、ここをね、タップすると、ツイッターに接続されてですね、はい、ね、必要なタスクが出てきますということになってきますね。はい、自分の、ツイッターのところですね、つながってきますので、ここでね、0x0000 と続いていると思うんですけども、ここにですね、メタマスクのイーサリアム、イーサーアドレスをですね、入れないといけないということです。このテストネットトークンっていうのは、受け取りは1日に1回だそうです。メタマスクからイーサーのね、アドレスをコピーしますと。はい、そしてツイッターの方に行っていただいて、0x の方から、最後の0までを選択してですね、ここに、ペーストですね、貼り付けをしていただきます。はい、そうするとこのような感じになってますので、これをね、ツイートします。はい、ここがですね、ツイートされた、内容となってます。そして、上の方にですね、URL の方が載ってますね。これを、コピーをしていきます。はい、そして、先ほどのね、イーサの、ゲットするところですね、に戻って、イーサリアムアドレスを含むソーシャルネットワークの URL ということで、ツイッターでね、ツイートした、URL っていうのをここに貼り付けていきます。そして、イーサリアムね、をくださいということで、一応 2.5 イーサ、3日っていうやつをね、ちょっとね、はい、ゲットできるというところになってきますね。はい、そしたらですね、UMIの、ウェブアプリの方に戻りたいと思います。はい、このね、今回の、テストネット、インセンティブ付きテストネットに関しての、URL などはですね、YouTube の概要欄に載せておきますのでね、そこからでもいいですし、ブログ辿っていただいてですね、順序よく進めていただくのも一つかなと思いますので、そういった形で進めていただけたらと思います。はい、それではですね、ブログの方もう一度ね、戻りたいと思うんですが、これでね、準備が整いましたということになってきますね。はい、ステップバイステップガイドっていうことでね、ここにもね、書かれてるんですけど、要は、ユミのですね、このウェブアプリをね、使いこなそうというような作業になってきますね。はい、テストネットトークンを使用したウォレットへの資金提供ということで、テストネット、ユミ、およびアトムね、使用、それからイーサーね、テストネットイーサーの使用とか、それから、ウミのテストネットステーブルコインの使用とかね。そういった形で、やることがあるんですね。それから、テストネットアトムの転送とブリッジングっていうことでね。こういった作業ですね。テストネットアトムをウミに転送。で、テストネットアトムをウミからイーサに、ブリッジする方法っていうことで、やっていきたいと思いますね。はい。そしてですね、その後は、ウミ。でですね、テストネットトークンも供給して、それから、借り入れたりとかね、借り入る方法とかですね、はい、いろいろこう、全部ね、借金を返すようなところまでですね、行うということですね。はい、それでは、UMIの、はい、ウェブアプリの方に今接続しております。はい、ここの IBC ですね。IBC っていうものを押していただくとですね、はい、ここでですね、IBC を押して、はい、Atom のね、送金っていうのを押してみたいと思います。だいたい 75% で一応ね、一回やってみたいと思うんですけども、0.16125 Atom ですね、を、コスモスの方から UMIに、移行ということで、IBC 転送を行いますと。はい、移行を押します。そうすると、ケプラーが出てきてですね、また承認作業ということになってきますので、はい、ここで、承認ということで、進めていきますね。はい、それで右の方転送ということで、転送が成功しましたというふうに出てきますね。はい。
はい、それではですね、次にブリッジですね。この橋という書いてあるところですけど、ブリッジっていうのを押しますね。はい、ここで海から、イーサリアムのアドレスに行こうということになるんですが、ここでね、一応 50% ということでいいか押してみたいと思いますね。で、0.355 アドムということで、はい、まあ、ここから移行をね、押してみたいと思います。はい、これもケプラーが出てきてですね、承認作業という形で、進めていきますね。はい、右の上見ていきます。転送が成功しましたというふうになってます。はい。まあ、こういった形で、はい、進めますね。はい、ちょっとブログ一旦戻りますが、まあ、ここでですね、テストネットアトムの転送とブリッジングっていう作業が、まあ、できたのかなと思います。まあ、次はですね、テストネットウェブアプリでの貸し借りということになってきますので、ウェブの方を戻ってですね、はい、見ていきたいと思いますね。左の方にですね、まあ、供給とか借りるとかいうふうにね、書いてますんで、まあ、この供給をね、押してみたいと。はい、ここでですね、供給っていうところでですね、例えばこのアトムを押してみますね。はい、そうするとですね、まあ、デポジットするっていうところがあってですね、まあ、有効というところを押すとですね、はい、メタマスクウォレットで、まあ、トランザクションを確認ということでね、まあ、現れてきますと。はい、そうすると手当の承認という形でね、アトム、今、承認を行いましたと。はい。まあ、供給っていうところでですね。はい。トランザクションがブロックに含まれるのを待っていますっていうことで、ちょっと待ってるとですね、このアトムの方がですね、上のね、バックにポンと上がると思いますね。はい。今、待つということになっています。供給に成功しましたというふうにありますね。はい。出ました。はい。そうすると、こういう形でね、ポジションっていうのが、まあ、出てきますと。これがね、担保としてですね、供給されたということになります。はい、こちらでね、供給ができましたので、次にね、借りるをね、押して進めていきたいと思います。例えば USDC っていうのをね、押すとですね、はい、まあ、ここでね、借りるということが、まあ、有効にしますね。ということができていきますので、はい。まあ、メタマスクで、確認をして、はい、手当の承認ということで、トランザクションがブロックに含まれるのを待っていますということで、はい、今、借りる作業をね、はい、するわけですね。はい、承認に成功しましたということで、はい、ありますので、USDC をね、もう一度押してみます。そうするとね、こういう感じで借りるっていうところに今、できるので、APY を借りるですね。で、例えば、これ、25% ぐらいの、借りようかなと。はい。借用ポジション、ね、0.56 ドル。使用される借り入れ制限ということで、まあ、16.9% ですよ、というふうにね、書かれてますので、まあ、これで一旦借りてみますね。はい。借りるで、承認作業っていうのが、まあ、メタマスクで行われると。はい。確認をします。はい、借りることに成功したということで、まあ、このね、上にポジションがね、こうやって映りますね。借りたのは、0.56 ドルということになります。今度はですね、今借りたので、まあ、これをね、返却するという作業を行ってみたいと思います。それをね、USDC をもう一度タップしますね。はい、そうすると、借りると返済っていうのがあるので、返済っていうのを押しますね。まあ、返済というのを押して、はい、返済ということでね、トランザクションがブロックに含まれるのを待っていますと。はい、返済成功というふうになりました。はい、ここね、借りたっていうのがゼロになってますね。はい。これで返済できたということになりますかね。はい。まあ、そして、もう一度ね、供給のところに戻ってですね、このね、供給しているね、アトム、これをですね、まあ、撤回する必要がありますね。
はい、タップしていただきますと、はい、まあ、供給先ほどしたので、これを撤退ということで右上を押してですね、例えばマックス、はい、撤退したいと思います。ここでね、はい、0.176816 アトムということで、はい、撤退します。はい、撤退、トランザクションがブロックで組まれるのを待っていますということで、ちょっと時間かかりますけど、撤退に成功というふうにね、出ましたと。はい。はい、そうするとですね、アトムの供給量っていうのが 0.00 ということでね、これで、まあ、供給がなくなったということになります。まあ、このような感じでね、いろんな操作方法ということで、今、やってきました。これがまあ大体の一連のね、作業かなというふうに思います。はい。ということで、以上となりますね。これが一応本ちゃんの、タスク処理ということで、一応やってみました。またね、ブログの方ももう一度ね、見返していただいて、抜けがないかとか、そういったところをですね、チェックしていただけたらと思いますし、何か抜けがありましたらですね、ご指摘いただけたらと思います。はい、これでね、一応、海の、まあ、ね、本番の、まあ、インセンティブテストネットということになってますのでね。はい、まあ、こういったことが、重要な、ね、作業となってきてますね。はい、ということでね、まあ、こういった作業を、するということですね。まあ、そして、まあ、TVL をですね、上げておくことで、エアドロップのね、対象になりやすいということが、ブログにも書かれてましたということですね。はい。はい、TVL は、DeFi プロトコルに、預け入れられた暗号資産の全体的な値ということになっています。はい、様々なね、テストネットトークンを戦略的に預け入れて、借りることによって達成できると。はい。ね、海コアチームは個々の TVL の貢献度を確認するためにランダムにスナップショットを作成すると。これらのスナップショットは後でトークン報酬の割り当てを決定するために使用されるということになってますので、これがね、新たにね、追加されてますということですので、ここチェックしていただいてですね、まあ、借り入れたり、返済したり、まあ、いろいろしながらですね、TVL を、まあ、上げておいてくださいと。いうことが言えるのかなということですね。まあこういった形でね、海の方は、今回ね、インセンティブウェブアプリテストネットということで、まあ本番となっております。はい。皆さんね、ちょっとね、作業の方多いと思いますが、まあこういうチャンスもね、あまりないので、そしてまあこの公式のね、海の、アナウンスとなってますので、まあこのテストネットに関しては、まあ、公式ということになってますのでね、安心して取り組んでいただけたらと思います。はい、ということでね、本日はね、まあ、以上となります。まあ、一応、UL ね、まあ、こういう形でね、全体的な、作業ということでお伝えしました。あとはですね、またエアドロップ情報とかをね、待っていただけたらと思うんですが、一応ですね、海の方は、まあ、エアドロップの受け取りとしてはですね、2月の中旬以降となっているようですので、それまではですね、一切配布なしということですので、まあそこをですね、まあ、チェックしていただいて、またね、情報をね、取っていただけたらと思います。はい、ということで本日は以上となってます。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。